はい、皆さんこんにちは、村田です。今回紹介するね、あのアップルウォッチバンドはなかなかお目にかかれないようなプレミアムな一品です。それがねこちらなんです。グラマスマイスターのクロコダイルレザーを使ったアップルウォッチバンドです。まあ、これパッケージなんですけど、もうパッケージからしてね、革の高そうなこのパッケージ、すごい高級品だよねっていう感じのねものなんですけれども、実際ねこちらをねお借りしましたので、全色レビューをしていきたいなというふうに思います。それでは行きましょう。はい、それでは開封していきます。ちゃんとこの白い厚紙の、ここからねもう高級感溢れてますね。はい、これが本体ですね。ちょっと出していきます。絵の中に入っているのは、こちらは保証書ですね。あとは説明書みたいなものですね。至ってシンプルな同梱物となります。でこちらのね、あのクロコダイルレザーなんですけど、革のね宝石とも言われる、すごくね希少性の高いレザーということで、これを贅沢にねこうアップルウォッチバンドにね使っているということで、もう見た目がねこのインパクトがやばいですよね。グラマスというメーカーさんですね。 iPhone ケースでも有名なメーカーさんですね。価格はこれ 38,000円ということで、まあ超高級品に入るんじゃないかなと思います。ちょっとね言葉では言い合わせないようなこの生命力のあるこの革の質感、これはねすごいですね。ではあの取り出してですね、隅々まで見ていきたいと思います。はい、外しました。あのねすごい地味なんですけど、このね台座の部分の止めてるこのなんストッパーみたいなもの、これもねクロコダイルレザーっぽいような加工が施されていたりとか、さっき紹介したこのパッケージもそうなんですけど、いや随所にこだわりを見せている至高の一品だなっていう感じですね。ではこちらがねベルト本体となります。 Apple Watch の対応サイズは 49mm、45mm、44mm、42mm の4つのケースサイズに対応しているということで、もちろん僕のね Apple Watch の 45mm にもちゃんと装着ができますと。こちらのバックルの部分に関しては、この金属のねパーツが使われています。かなり質感もねしっかりしたものですね。微妙にねこのヘアライン加工っていうんですかね、横にこう線がこうストライプ状に入った加工が施されていて、傷のつきにくい工夫が施されていますね。でこちらのベルトの方にはですね、この両サイドにステッチがついてますね。で裏返すとこちらにも、ぐるっとねステッチが綺麗にもう精巧に縫われています。でこの側面ですね、小刃の処理なんですけれども、ここもマジで丁寧、もう全然なんかこう破損してるとか、まあ当たり前なんですけどね、こんな高級品なので、ほつれだとか毛羽立ちみたいな、そういったものが一切ない、超精密に作られてますね。綺麗ですね。そしてこのね、やっぱりあの魅力的なのがこのクロコダイルレザー の、 この躍動感あふれるこの革の質ですよね。まあ、見た目のインパクトがすごいので、外観のこの派手さに目が行きがちなんですけれども、よーく見るとツヤ感がすっごくねあの上品で、革のね中身がこう詰まったようなこの密度の高さに驚かされます。なんか持ってるだけでこう所有欲を満たせるというか、これはね男のロマンじゃないかなと思います。はい、でちょっと裏返すとですね、このグラマスのロゴが入っていますと。内側のこの裏地とこっちの外側のねクロコダイルレザーがあの別の素材が使われていて、このね裏地はすごくなんかしっとりとした感じがしますね。肌なじみがすごくいいです。では実際にアプローチに取り付けていきます。あーいいですね。もうこれだけでちょっとテンション上がりますからね。カチ、あーいいですね。はい、これが装着した様子です。いやーかっこいい。この光の当たり具合によってこの表情を変えるというか、いろんなねこのクロコのこの面がいろんな反射の仕方をするんですよね。すごく綺麗ですね。やっぱ革の宝石って言われるだけありますね。はい、裏側はこんな感じですね。はい、では装着していきましょう。なんかねこうつけてる最中もこの革のなんていうのはこの、わかります、このギシギシ感、このビルドクオリティの高さ、うわすごい、うわいいですね。なんかでピンを刺して余ったベルトをこちらに収納して、
はい、こんな形ですね。わあ、すごくね、高級感にあふれまくってますね。今腕にしてるだけで、この革のまだちょっと硬いかなっていう感じはするんですけど、ただこの腕をこうなんていうんだろう、包まれてる感がむちゃくちゃ心地いいんですよ。これおそらく先ほどの裏地が肌触りがいいっていうのもあるし、外のこの革のね、なんかこう張り感っていうものが合わさって、なんかパキッとするんですよね。内側は優しく、外側はパキッと、このなんていうの、質感のコントラストがすごく絶妙です。じゃあ細かいところ見ていくと、この接続部分ですね、接続部分もすっごい綺麗。このね、金属とこのアルミのアプローチの筐体、すっごいシンクロしてる。まあね、色味はね若干違うとはいえ、この接続部分の感じと、ここのちょっとね幅広に取られたここの接続のこのパーツの部分、ここがすごくガチッとこうね、男らしさのある横幅を取られてますね。でベルトの方は若干こう細めになっていて、こうシューッとしていって、でこのベルトの端はこう細くなっているという感じで、やっぱりちょっと大人のレザーウォッチっていうところですかね。なんか落ち着きのあるような、それでいてちょっぴり攻撃的な、ワイルドなこう野生味を帯びたこの外観、たまんないですね。すごい質が高いで、蒸れてる感じも特にないですね。やっぱり裏地かな、やっぱ結構裏地がすごく肌との接触部分の摩擦も軽減してくれるし、蒸れ感もそこまでないし、普通のレザーウォッチだったら結構蒸れちゃうと思うんですけど、質感の良い裏地があることによってそういった不快感もないような感じがしますね。いや、やっぱこっちから見てもかっこいいねあー綺麗、あー、この光沢感がめっちゃ綺麗、いいですね。実は今回ですね、このレザーバンドの他に空張りがむちゃくちゃ豊富で、でそれを全色お借りしているので、ちょっとねお見せしたいと思います。はい、これがですね全空張りになります。基本的にはこのベルトですね、ベルトの色が6色あって、ブラック、ネイビー、ダークブラウンかな、オリーブ、オレンジ、カンパリ、まあ、レッドっぽいものですね。この6色があるんですけれども、さらにですね、今僕がつけているこの接続部分とか、このねバックル部分がシルバーのタイプがこっちです。ブラックのタイプがこっち。全然雰囲気がね変わると思うんですよ。同じこれブラックのレザーなんですけど、バックルがブラックかバックルがシルバーかで、このまた分かれると。これはねちょっとつけてみずにはいられないですねということで、ちょっとね付け替えてみたいと思います。はい、今ねブラックのバックルの骨色に変えました。シルバーと全然違いますよね。接続部分も黒いのですごいダンディーになりましたよね全然雰囲気が違うから、これ面白いですよね。まあね、この辺は、ね、好みによると思うんですけれども、まあ、シルバーでちょっぴりねキラッと感を持たせるか、ブラックで渋い感じを持たせるかとか、まあ、色によってもねその感じ方って変わると思うので、この辺はねいろいろちょっと実際ね、せっかくここまでお借りしているので、ちょっと一つずつね紹介していきたいなと思います。まずは先ほど紹介したブラックですね、王道ですね。黒子の質感が浮かび上がって、唯一無二な存在感を放つようなこの輝きがたまりませんね。こちらはシルバーの金属になります。で続いてこちらがブラックの金属部分となります。印象ガラッと変わって、渋かっこいいですよね。ちょっと悪さもあって、イケてるおじさんにつけてほしいなっていう感じです。続いてダークネイビーですね。こちらも落ち着きのあるようなネイビーに光沢感がこうあるので、なんかこう派手すぎないけど、なんかこう大人の余裕をまとわせているような感じですね。でこのシルバーからまたブラックに変えてみるとこんな感じです。あ、ブラックと全然ガラッとまた印象変わって、かっこいいね。ビジネスシーンにも使えそうな色味をしているんじゃないかな。落ち着いている感じかなと思いますね。続いてダークブラウンのベルトです。ダークブラウンにシルバーのコントラストすごく綺麗ですよね。上品さもあって、ちょっぴりアンティーク感もある、そんな感じですね。ブラックに変えるとこんな感じです。すごくねダンディー感が高まるというか、もうつけてるだけでこの人なんか余裕のある大人だなみたいな感じを演出してくれますね。
続いてオリーブですね。オリーブに関しては見た目のねインパクトがすごいでかいですよね。なんかこうクロコダイル感が一番出てるような感じ、インパクトは一番あるんじゃないのかなと思います。この皮と皮のね間のこのなんかシワっぽいところとかのこの質感とかもすごくねリアリティあってかっこいい。でブラックに変えるとこうまた違う印象があります。どういうコーディネートに合うかもかなり上級者向きだと思います。普通の人つけられないなって正直思いますね。それぐらい存在感ありますね。続いてオレンジのベルトですね。すっごく発色が綺麗でパッと目を引くような感じで、それにシルバーのこの接続部分がこうキラッと光る感じ、すごく綺麗で、ブラックに変えるとまたこれね若干モダンというかカジュアル感が出るような感じ、うん、なんかハイブランドにありそうですよね。すごくおしゃれだと思います。で最後がカンプリ、まあワインレッドに近いのかな、そういった色味ですね。すごくなんかこう妖艶な魅力をまとうような感じ、ブラックに変えるとこんな感じです。すごくこれは一気に大人っぽい感じにね演出してくれるような、そんな色気をまとうような色味ではないでしょうか。はい、ということでグラマスのクロコダイルレザーを使った超プレミアムなアプローチバンドをレビューしてきました。この魅力にね惹かれた方はぜひゲットしてほしいなと思います。動画の概要欄にこちらのねベルトが、購入できる商品ページのリンクが入っています。そちらからアクセスしてぜひ購入してみてください。それでは今日はこれで終わります。ありがとうございました。